本日はアメリカの圧力に負けた防衛省、馬毛島問題の真相について話していきたいと思います。それでは行きましょう。防衛省は地権者との交渉開始から10年を経て馬毛島の整備計画を公表した。野生のマゲジカの生息地でもある馬毛島は米空母艦載機の2発着訓練施設と自衛隊基地を兼ねた基地の島に生まれ変わるのか。地元は米軍機による騒音の被害を心配するが、加えて注目しなければならないのが異常なほど高くなった買収費だ。防衛省が当初提示した45億円は突然160億円以上と4倍に跳ね上がった。馬毛島を抱える鹿児島県の西之表市長は防衛省に対し、本市の土地評価への影響があるとして積算根拠を明らかにするよう質問状を送ったが、防衛省は適切な段階で説明すると回答を先送りにした。市長の適切な段階とはいつかとの再質問には現時点ではその判断に至っていないと。結局積算根拠を明らかにしないまま整備計画の発表に踏み切った。今回の馬毛島問題とは何か。馬毛島は種子島の西約 10km にあり、広さ約8平方キロメートルの平らな島だ。沖縄の米軍普天間基地の移設先に上がったこともある。島の 99.6% を所有するのはダストンエアポート。1995年東京で建設会社を経営する立石氏が馬毛島開発を買収し、島を開墾して貨物専用飛行場の建設を始めた。貨物飛行場の計画は頓絶したが、4200メートルと2400メートルの交差する日本の滑走路はほぼ完成した。防衛省が馬毛島を FCLP の有力候補と見て立石氏と話し合いを始めたのは2010年だ。財務省出身の中江防衛事務次官が窓口となるほどの力の入れようだったが、賃貸契約を結びたい立石氏と売買を条件にしたい中江氏との話し合いは最初からこじれた。同年5月、法人所得約10億円を隠したとして東京国税局が法人税法違反容疑で立石氏と立石氏の建設会社を東京地検に告発する事件があり、立石氏が揺さぶりをかけられたと態度を硬化させる場面もあった。立石氏が筆者に話したところによると、2011年5月上旬になって防衛省の担当者らが島を視察した後、立石氏らと間で交渉を正式に開始すると合意書を交わした。この合意を受け、日米両政府は同年6月の日米安全保障協議委員会で馬毛島を正式に FCLP の候補地とすることに決めた。見方を変えれば、この頃米空母艦載機は2018年3月に厚木基地から岩国基地に移転することが決まっていた。 FCLP 施設のある硫黄島は厚木基地から 1200km も離れ、アメリカ政府は遠すぎるとして日本政府に大替の施設の提供を求めていたが、岩国移転後は硫黄島までの距離が 1400km とさらに伸びることになり、アメリカ政府は馬毛島買収を強く迫るようになった。日本政府が腹をくくったのは、米軍が5年ぶりに厚木基地で FCLP の実施に踏み切ったことによる。2017年9月1日から5日にかけて早朝深夜を問わず戦闘機が離圧着訓練を繰り返した。米軍は厚木基地の利用について台風の影響と説明したが、そんな言い訳を信じる日本政府関係者はいなかった。米軍の FCLP 強行により、神奈川県と周辺自治体には計980件の苦情が殺到。防衛省幹部は馬毛島を提供しなければ米軍は収まらないと話した。アメリカの圧力に負けた防衛省の禁じ手というのは、ダストンエアポートが建設した日本の滑走路は防衛省は引き継いで使うのだろうか。防衛省が示した整備計画には、自衛隊や米軍の運用のうち周辺環境に与える影響が大きいと思われる滑走路の位置と FCLP の飛行経路について検討しましたとあり、新たに日本の滑走路を建設するとしている。使えもしない施設に投じた金の穴埋めをすることを、無駄金を使う、あるいは金をドブに捨てるという
アメリカ政府の圧力に負けた防衛省は他にも禁じ手を繰り返している。18年度防衛費に計上した米軍普天間基地の移設をめぐる辺野古新基地の埋め立て工事費から35億円を国会審議を経ない流用という手法で確保、うち31億円を馬毛島の基地設備の設計事業に充てたのだ。今年2月18日の衆院予算委員会で共産党の田村氏が政府の決算資料をもとに迫ると、麻生財務省は財務法に基づいており適正と述べるととどめた。河野防衛省は買収費用の積算根拠を問われたが、今後の円滑な取得に影響を与える可能性があるとして重ねて公表を拒んだ。用地所得が終わるより早く設計事業に取り掛かるのは後先が逆と批判されても仕方がない。現に昨年12月西之表市を訪れた山本防衛副大臣は馬毛島の過半の土地を所得し、施設整備に必要な調査を行うと段取りを説明している。しかし現実には用地所得や調査により設計が先行した。同市の八坂市長が国の対応は甚だだと追加を抗議すると、防衛省は詳細検討の内容を明らかにしてこなかったことは事実と認め、反省を踏まえ丁寧な説明に努めると回答した。この回答から5ヶ月も経たない8月7日、山本防衛副大臣が鹿児島県庁と西之表市を訪れ、自衛隊と米軍を共同使用する馬毛島における施設整備との文書を示し理解を求めたのだ。塩田知事は具体的な説明に欠けており、もっと議論が必要と答え、八坂市長は防衛省に基地整備に関する質問書を複数回提出したのにもかかわらず、十分な回答がなかったことや、防衛省が土地所得前に設計事業を進めたことを指摘し、防衛省が地元軽視、地元無視という態度に終始してきたことに滞りを感じると語気を強めた。政府が何より重要視するのは米政府の意向であり、国民の安全安心ではないことを馬毛島をめぐる一連の問題は明らかにしている。今回の馬毛島問題について僕が思うことは、土地の売買というのは両者の合意をもって行われるものだと思います。一般的価値はあるが、どうしても欲しい、どうにか売りたいといった事情があると市況価格から大きくずれる、いわゆる需要と供給の話に似ている。今回の特定の島だからダイヤもなく高騰しやすい、そこは致し方ないのではないかなと僕も思いました。政府もその事情を丁寧に説明すればよかったのに、変に隠すような態度を取るから怪しまれる。まあ本当に陰謀があったのかもしれませんね。そして今回の内容について世間の内容を見ていきましょう。一つ目の反応が、土地所有者が売ると言わなければ売買契約は成立しないよと、土地所有者が政府の足元を見て価格を吊り上げた感があるが、そっちはなぜ追及しないのかが一つ目の反応です。二つ目の反応が、大金を捨てることになったのはダストンエアポートのせいだし、アメリカの圧力がどうかは明確な根拠がないし、それに自衛隊の訓練でも使えるのだからドブに捨てるということはないでしょう。特に新たに導入する F-35B の垂直離着陸モードでの訓練は基地周辺で実施すると騒音がひどくて苦情が殺到するだろうから、馬毛島で実施するのが理想だと思うが2つ目の反応です。3つ目の反応が、これが米軍基地ならまだアメリカの圧力になるだろう、なぜ我が国の防衛力強化をすることがアメリカの圧力になるのか、離発着訓練施設は国防費を増やしたくない我が国では当然の選択ではないだろうか、それとも自衛隊だけで守れるように軍備増強をしてよいのかが3つ目の反応です。4つ目の反応が、現状日本としては安全保障についてアメリカを頼らざるを得なく、 FCLP の最適値を含めてアメリカの意向を含む必要があることは記事に書いてあるやつも認識してるんだろうな。その現状を変えて安全保障に関わる様々な事項について日本が主体的に対応していくのならば、土台の法整備としても憲法も改正しなければならない。構図的に二択だろう。どちらの選択肢についても重箱の墨をつつくような、国益度外視の難癖をつけるこの記事を書いてるようなやつの方が国民の安全安心を考えてないんだよが最後の4つ目の反応でした。皆さんも今回の馬毛島問題についてどしどしコメント欄にお待ちしております。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。
本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。これからもより良い動画をお届けしますので、ぜひチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いいたします。